今回の企画はプロギャンブラーなら24時間で10万円いくらに増やせるのか。おいしい、おめん、これやばいわ。普通こういう動画って勝ったーで終わるか、全部なくなったで終わるんよ。何チャラって聞いたことない、そんな動画。ということで無事24時間企画終えまして、やばいです。はい、急がないと。はい、何がやばいんですか。本当だったら結構余裕持って帰れる予定だったんですけど、渋滞がすごくて、はい。Our flight is on 5:35. Yes. Is it okay? You think? Ah, yeah. Oh, yeah? Yeah, I think so. Oh, yeah? This guy can fly? Yeah, it's good. Want me to fly? Yes, please. Okay. I'll do my best. もう出発1時間前に来てるんですよね。マジか。あ、終わった。めっちゃ並んでるわ。It's closed. It's closed. Yes. 40 minutes there. And you need a visa check? Sorry about that. Thank you. No problem. マジか。もうマジで、あとここに多分あと5分。もう一個空港がここからタクシーで1時間ぐらいのところにあるんですけど、今からその飛行機を取ります。マジか。大変申し訳ありませんが移動します。ああ、何これ。空港遠い。ポーカーもいいですけど。運動も大事ですね。はい、痛いです。マジマジでは、いざブダペストへ。ブダペストに着いた。こっから10日間ぐらい移動しなくていいことが今すごい幸せ。もうさ、毎日スーツケース持ってたよね。荷物を置いて根を張れることにすごい安心感を分かる。やっぱさ、家って大事なんだな。大事。ここからですね、約10日間のブダペスト編がスタートします。ハンガリーは物価がとても安い、治安も良い、ご飯も日本人の舌に合うと言われている。僕はですね、あんまりハンガリーでやることがないので。確かに横澤さんがオンラインポーカーをずっと打ってる横でずっと仕事してますんで。あとね、普通にライブポーカーもありますから、ブダペストは。あ、そうなの。あります。かなり緩くて美味しいので、まあヒロキもちょっと気分転換に一緒にキャッシュゲームしに行ったりとかして、はい、物価が安いんで稼いだら稼いだ分だけどんどん溜まっていくはずです。では行きましょう。ブダペスト、ブヒブヒ。うわぁ、扉かっこよ。はい。Now there is electricity in the sauna. サウナ？は？うわ、すごっ！来て来て来て！すごい！最高じゃん！Oh my god！ すごっ！てか広すぎ。なんか4部屋あるんだけど、全部屋に風呂ついてるらしい、ちなみに。はぁ？何のためにって感じなんだけど。僕の考えた理想のお家みたいになってるね。らしいです。でも彼が考えた理想のお家らしいですよ。あ、やっぱそうなんだ。キッチンもなんかいい感じだね。キッチンかっこいい。これ一泊いくらなんですか。1万6000円ぐらい。嘘でしょ。4部屋でサウナと全部ついて、すごい。拍手。ここが基地ですか。基地になります。ここからちょっとひろきさん、はいはい、実は本日、はい、スペシャルゲストがいます。お、もしもし、お疲れ様です。え、もういます。下、あ、下向かい行きます。向かい行きます。いや、もう一人でしょ。え、感づいてるボス。こんなのは。あの、いただきます。1時半だったにもかかわらず。よし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 。寒いね。寒いよ。初めまして。初めまして。これ渡辺さんです。どんどこどんでおなじみの。どんどこどんでおなじみはもう誰も知らんのよ。当時のこともう誰も知らんて。でもすごい優しい人なんで。優しそう。アシストをしてもらおうかなと思って。僕ら知らないことだ。アテンドね。アテンド。オッケーオッケー。割と分かんないことがいっぱいあるんで。なるほど。全部渡辺さんに聞こうと思って。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします、今回は。よしよし。はい。起きろ。うん、どうした。ハンガリーに寝に来たのか、お前は。そうなの、うん、じゃあ、さよなら。何ですか、いきなり。もう、夕方ですけど。睡眠不足もいいとこなんですよ。睡眠不足睡眠不足。おーパンというわけで、ご飯食べに来ました。もう夜やん。でもね、言うてまだ7時だよね。
夜か言うてずっと寝てんじゃないよ。いや、結構ね、ブダペストでのポーカー生活について考えてたんですけど、オンラインポーカーも結構やっぱりこっち時間で言うとこの夜の方がゲームよくって、ブダペストにもポーカールームあるんだけど、やっぱ入れと立つのって夜8時以降なんで、大体こっち時間で言うとこの夜8時から、まあ、朝の8時ぐらいまでの12時間に結構ポーカーを多分しなくちゃいけないんで、朝方生活は不可能です、ブダペストが。まあそんな話だったというか、初の外食はですね、はい、見てください、和風って書いてある。あー、あれ？あれ？これね、この和風ってやつね。こちらちなみに、まあ、渡辺さんがおすすめしてくれた美味しい和食なんで、多分美味しいと思います。へぇ、入れるか、わざわざ、行ってみましょう。楽しみだな。あ、一応、うん、もう一個美味しい和食は聞いたから、そっち行くって言ってもある。え、めちゃくちゃ並んでるよこれ。何？ガーデンオブエターナルサマーって書いてあるよ。ガーデンオブエターナルサマー。永遠の夏の庭。どういうこと？まああれじゃない？最終技じゃない、やっぱりやるか。ガーデンオブエターナルサマー。よー。はい、まためんどくさいことしました。はい、まためんどくさいことしました。着きました。はい、おまちカフェ屋。なんかかわいい。実家で美味しいご飯出てくる前みたいな匂いする。わかる。実家の匂いする。うん、すごい、見て、とんかつカレー。ほんとだ。と、なんかうどん。すごいことが起きた。めっちゃ怖い。何何何何、デジャブ。僕今日お昼ご飯をボルトで頼んだんですよ。ここでした。おいい。メニュー見て初めて気づいた。うん、ちょろっとこう携帯開いたら、トリトンポーカーからインビテーションが来ました。結局まだ1回も出てないんだけど。本当？もう3回目とかじゃない？4回目だね。4回目。トリトンっていうのはいわゆる超ハイローラートーナメントで、参加費1000万とかの、まあ、大会。一番大きいのは1億の大会がある。やばすぎ。まあ、いつかそんなの出たいと。今回の、まあ、EPT とかで大きいインマネして、手元にバインが十分ある状態だったら出ようかな。大きいインマネってもうなんか奥とか奥。さあ来ました。おいしそう。めっちゃとんかつカレーと辛味噌、辛味噌ラーメン、エビフライオムライス。ご飯にテンションかかってるよ。すごい。いただきます。うまっ。オムライスも食べたいと思います。エビフライもちょっとサクサク、すごい。本当だ。音がいただきます。うまい、うまい、うまい。まあ、これを食べた後は軽くポーカールーム覗きに行こうかなとちょっと思ってます。なんだね。メイクセンス。ほんとだ。バーメイクセンスじゃん。これ行ってみようよ、バーメイクセンス。めちゃくちゃ行きたい。そんなでもフラッと入っていいのかな。怖っ。入る、ほんとに。でもそれ行くでしょ。行きます。なんか表で明るいのしっかりお酒頼みました。せっかく。嘘、まあ、マリオピン。美味しい。でもめっちゃこのバー好きだな俺。開放感あるし、で普通におしゃれだし、なんかこうやってスポーツバーみたいな居心地いい。あのお兄さんもいい感じ。はい、ということで、はい、ハンガリー来たらバーメイクセンス、ぜひバーメイクセンスをお越しください。ズナポーカーセンター、僕はちなみに1回来ました。こんなとこにポーカールームがあるの？ショッピングモールですここ。ちなみに伊東洋華堂の中にポーカールームが入ってるマジで。確かに。で、マジでこれ見て、なんかスーパーからリアル洋華堂です。ほんと、スーパーは閉まってんのにポーカールームは開いてるんだ。そういう、なんじゃそりゃ。YouTube の力ってやっぱすごいですね。3年前に来た時はまだチャンネル登録全然いなかったんで、うん、一応聞いたんですよ、前回はね。したらダメって言われたんだけど、うん、今ダメって言われてる理由が、こんな人少ないところ映せないって言われてる。なるほど。恥ずかしいみたいな。で、金曜だったらもっと人いっぱいいるし盛り上がってるから金曜に撮ってほしいって言われて、皆さんに応援していただいてチャンネル登録が伸びることによってこうやってカメラ回してるところが増えてるっていうのは進化を感じる。いや確かにみんなの力だわこれは。100万いったらまたね、もっとすごい特許。いや、やっぱ100万って全然また違うんだろうね。ちょっとポーカーレームせっかくだからちょっと見てもらう。そうだね。YouTuber!わかりづらい。勤労がやっぱりすごい高いレートも珍しくて、週末にまた戻ってくるためにも、ちょっとまずは今日様子見で見てみようかなと思います。なるほど。ハロ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 
Flash. Show him. King of Heart. How long are you staying here? 10 days. 10 days? You come every day? No, I don't think so. But maybe I will come weekend. You should come like 6 earlier. 6 o'clock. Earlier. Okay. Good game. Bye bye. Good luck. See ya. お疲れ様です。お疲れ様です。約2時間プレイしました。結果発表。はい、7600フォリーと出しました。おお、勝ってますね。いや、勝ってるのかな。すごいな、エコさんは。すごいな。8万1000フォリー、めちゃくちゃ勝ってるじゃん。いいね、でも2人とも勝って。いや、本当に、まあ、ちなみにルナポーカーのゲームはめちゃくちゃやっぱり緩いですね。いや、緩いですね。し、まあ、ラスベガスの510と比べてもレベル低いって感じがするかな、うん、でも思った時給1万円はでも勝てないかもな。ちょっとレート的にはなんかすごい大きいポットで無茶して死ぬみたいなことあんましなさそうだから。なるほどね。どっちかっていうと、なるほど、まあ、小さいミスを拾い集めて勝率は高いと思う。だからそれで言うと、すごいわかるそれ。コツコツ勝てるみたいな。そうフタベストは物価が半分だから実質倍なんだけど、逆にだってベガスとかは物価が高いからさ。そうなんだよ、ね、結構稼いでもさ経費でどんどんホテル代とかでどんどん減ってる。いやー、マジでそうだと思う。プロなりたての人とかは結構、ね、おすすめかもね。おすすめかも、まあ、というわけで、はい、フタベストの初日というか、はい、いろんな情報もつかめたんで、はい、いいんじゃないでしょうか。そうです、楽しかったですね。楽しかったです、はい、もうちょっと1時なんですけど、ここから家に帰ってまた動画します。ストイックはい、というわけで家に帰ってきまして、オンラインポーカーをする準備をしました。そして準備をしてる間になんと朝になってしまいました。おはようございます。早速なんですけども、久しぶりにちょっとポーカースターズやっていきます。正直ライブポーカーと本当に全然違うし、もちろんハンド数も多ければ相手もすごく上手だし、久しぶりなんでちょっと馴染むまでにもしかしたらちょっと時間がかかるかもしれないですね。本当はね、オンラインポーカー日本でもねできれば一番いいんですけどね。僕は本当にオンラインポーカー大好きなんで。でね、オンラインポーカーのいいところはプレイして自分でこの場でそのプレイを見返してっていうことを反復できるんですよね。これがすごい僕は好きな理由ですね。オンラインポーカーがプレイして解析してプレイして解析してってからどんどんこうプレイが改善されていくじゃないですか。短い時間っていう、その短期間で上手くなるっていうのには、そのやっぱりオンラインポーカーはいいなっていうふうに思います。うそ、やば、ご飯が届いたぞ。頑張ってるから。パエリアが到着しました。ヒロキイーツから。パエリアはどうなんですか。うまい。うまいね。うん、じゃあこれはミーティング行くから頑張って。おーい、 Thank you for パエリア。はい、はい、というわけでちょっと一旦休憩してまた夜から、再開しようかなというふうに思ってます。今日は一応50ドル勝ちぐらいですかね。49ドル買ってるんで6000円ぐらいかな、買っております。まあちょっとやっぱ久しぶりのオンラインポーカーは疲れますね。まあでも楽しい、今のところすごく楽しいです。まあとはいえね、他にやることもないんでゴリ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 進めると思うんですけど、一旦ここでちょっと休憩に入りたいと思います。はい、というわけでおはようございます。おはようズームいただきます。レッツギャン。えぐ、いや、えぐくないのよ。何もえぐいことはまだ起きてないから。いや、これ、はい、はい、はい、全部。バーンって打ち込まれて。はい、さよなら。おいしい。おい、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 おいしい。おいしい、おいしい、こいつ。頭おかしい。こっちもお願いします。え、おいしい。おいしい、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 おいしい。あ、やったー。やった。上振れたろ。仕入れです。やったー。すごい、ポーカーしてるとどんどんご飯が運ばれてくるシステムやな。頑張ってる、頑張ってる。やった。昼はスペイン、夜は何だろう。今度はイタリアにします。お、本当だ、パスタだ、パスタ美味しそう、すごく。いただきます。うん、うまい。あ、そんな10段階評価いくつ。7あげれるね。そんな。うん、でも食べよう。じゃあこれ、はい、いや、これ食って頑張ろう。マジでめちゃくちゃ頑張りそうで美味しい。よし、頑張れ。ありがとう。うん、あいやいや、くぅ、厳しい。紙フォールドします。しゃあ、うまいよね。えぐいて、えぐない、おい、きつ、まいった。本日の結果は
と言いますと、6時間プレイして1500ドル負けっていう。あれ？ハンド数が単純にめちゃくちゃ多いんで、ライブだったら2週間かけてやるハンドの量を6時間でやってるんで、当然ね 700BB ぐらい動いちゃうこともあります。久しぶりにオンラインポーカー長時間疲れちゃったので、続きは明日やりたいと思います。お疲れ様でした。 BT 前哨戦のハイレートゲームに出陣だ。見てください。はい、でんでんおーでれれれダメだこれ。え、ダメ？これやばい。あ、え、俺無理かも。待って、嘘でしょ。絶対